第6試合6人タッグマッチ45分1本勝負、三沢光晴、小川義成、ビッキー丸瓶組対力王武志、志賀健太郎、丸藤直道組の一戦です。まずは青コーナー、丸藤が出てきました。その後ろパンチ志賀、今日もサングラスです。そして力王が出てきました。パンチ志賀は恋バルなプロレスをやる、そんなことを言っていましたが、相手に三沢小川がいますが、そんなプロレスが果たして通用するでしょうか。今日の第2試合終わりに泉田にパンチパーマをさせることに成功しました。パンチ志賀がリングに入っています。かつて史上最強タッグと言われた2人が、いよいよ札幌から動き出します。防衛という最長記録を作りました。今日のメインは GAC タッグ選手権、森島、米組が勝とうが、小橋、本田組が勝とうが動き出す、そうこの三沢は語りました。さあ元史上最強タッグが札幌で船出します。第2試合6分待ち45分1分勝負を行います。青コーナー205ポンド、丸藤直道。北の大地で風になる丸藤直道。230ポンド、志賀健太郎。パンチ軍団団長志賀健太郎。215ポンド、力王武志。札幌は思い出の地、力王武志。ヤガコーナー115ポンド、リッキーマルビン。北海道でぐるぐる回るリッキーマルビン。220ポンド、小川義成。テクニシャン札幌剣山、小川義成。255ポンド、三沢光晴。今日動き出す三沢光晴です。さて桃田さん、はい、今日のメインで GAC タッグ選手権があります、はい、この三沢小川が今シリーズは準備段階ではあるが、必ず結果がどうあれ動き出すということを言ってるそうですね。そろそろ動かなければいけない時期かなり気はしますよね。そうですか、まあ、何しろ過去2回 GAC タッグ王座についた、2度目は1年間そのベルトを保持して、はい、7連続防衛という最長記録を作りましたからね。そうですね、まあ、ノアの選手の中でやっぱりタッグのチームとしてはやっぱり一番長いですからね、はい、その分やっぱりコンビネーションというのは抜群に、向けてやっぱり素晴らしいものを持ってるんじゃないかなという気はしますよね、はい、今日の試合、メインの試合で森島、モハメド、ヨネが、まあ、GHC タッグ選手権試合の3度目の防衛戦に挑む、その相手が小橋本田です。今レフリーが志賀をチェックします。この志賀また一世を風靡してパンチブームを作っているわけですが、志賀から何かを取ったようですけれども、いろんな凶器を持っているんですが、これは何でしょうか。あ、メリケンザックみたいな。メリケンザックという危ない凶器を持ってましたね。なんかそんなように見えましたけどね、まあ、これまでこの札幌シリーズ、わーっと今髪をチェックしましたが、このパンチパーマの中には何もないということが判明しました。もう一度福田レフリーが確認をします。まあ、ヌンチャクも過去持ってきましたから ね、手錠も北海道シリーズで持ってきました。もう一度確認します。パンチパーマを整えるパンチシガです。 6.9 後楽園の選手権大会で、まあ、泉田と太田と組むパンチ軍団を結成したい。太田も泉田もパンチパーマにすることがもう決まっています。さあ両者離れて丸藤とリッキー・マルビン先方でゴングを聞きました。さあ素早い動きになりそうだ。くるっと回ったリッキー・マルビン。さ
さあ丸藤を投げようというところ逆に投げ返しました。丸藤よく見えている、リッキー丸藤見えている、おっと首を捕まえていきました。さあ距離を取った、距離を取った、距離を取ってくるっと1回転、札幌でぐるぐると回りました。おっと髪型を整えたリッキー丸藤、兄貴を挑発しました。やはりこのノアの選手の中にもやはり違うを意識するという選手が多いようですね。そうですね、シガを挑発して今丸藤という声が上がってリッキー・マルビンがうるせえと悠長な日本語でファンに答えを出しました。さあリッキー・マルビンが丸藤を呼んでいる。丸藤がリングに戻ってきました。リングの中央、やはりこの2人は素早い動きになりますね。そうですね、まあ、あの2人の動きを見たらあのその後どういう動きをするかちょっと予測のつかないような動きをしますんでね、2人とも。ああこの2人もそして桃田さんも昨日のバトルロイヤルで健太の挑戦権を得るための戦いを行ったんですが、まあ、結果杉浦が今日の第7試合で健太と戦うということになりましたね。そうですね、まあ、あの本当に残念だったと思うんですけど、まあ杉浦選手には頑張ってほしいなという気がしますけどね。ちょっと桃田さんも諏訪選手との因縁めいたものがまた今日の試合でも見られましたが、今後は楽しみです。やっぱりちょっと悪さを始めました滋賀です。もう最近では街頭で配られるティッシュを何度ももらうというような悪さもしているそうです。その性格がいいというふうに言われていた滋賀がもう一気にも変貌しまして、まあ、ノアの中の、まあ、悪いその悪さを出している滋賀、またパンチでおっと整える、自分の髪型が気になります。自分の髪型が気になるパンチ滋賀です。スーパーの試食を何度も食べて結局買わないということもあるそうです。悪さを始めている滋賀健太郎、去年の暮れにパンチパーマにしてあっという間にそのパンチブームをこのノアに起こしました。さあ首を捉えている小川、パンチがここから倒立するか。さあどうだ、さあ倒立できるかどうか。滋賀健太郎です。 6.9 後楽園ホールで行われます選手権大会があります。選手会の大会、その大会で滋賀健太郎今倒立しました。この滋賀がパンチ軍団を結成して、わーっと整えた、パンチパーマを整えました。泉田とそして新人の太田をパンチパーマにして、まあ、秋山組と戦うということが決まっています。まあ、第2試合に泉田が今日出てそのあーっとパンチパーマをもみくちゃにされました。これは怒るぞ、パンチパーマもみくちゃ、パンチピンチ。さあどうだ、リングの中央、挑発の側。さあ髪型がやはり命取りになりますね。滋賀はちょっと髪型に気を取られるシーンが何度も出てきています。さあやはりまたパンチを掴んだ、パンチを掴んだ。この辺りはテクニシャンの小川、テクニックがあります。これが小川のテクニックです。さあ赤コーナー三沢が入ってきました。あと三沢も社長もパチンと、社長もパチンといきました。おっとこれはたまらずフラフラとして、しかし冷静に髪型を整えました。ここで力量が入ってくる。この辺りの、まあ、流れが狂わないといいんですけれどもね。そうですね、青コーナー滋賀と組んでいるのは力量と丸藤。滋賀のおっとエルボー、三沢にエルボーです。三沢にエルボー、しかしこれが重さのある三沢のエルボー、エルボーの応酬になりました。その中央、あっと重さがある、しかし力量の体重を乗せている。しかし最後は倒れました。ここやはり上回りましたね。そうですね、だけど力量選手のエルボーもかなりいいのが入ってると思うんですけどね。いい感じで入ってますんで、ただやっぱり社長もあのこの三沢選手も打撃にはものすごく、ね、強いですからね。はい、また逆にそれで痛みを買うというのが三沢選手ですからね。そうですね、まあ、やられることによってより、はい、その反発心が強くなるっていう感じがしますね。特に顔面をやられるとあっという間に光の炎が、炎の火がつきます。さあここで耐える力を持ち上げた、この辺りは違う、サメラック、さあ出るか、噛んだか、今
どうでしょうか。歯を当てたよ。当てましたかね。反則ギリギリの小川のテクニック。さあセカンドロープが飛び込んでくる。しかし捕まえたのは力量です。さあもう一度、ここは喉を掴んでいる。おっと福田レフリーをまとめて、レフリーピッチ。危ないところを攻撃しました福田。アタックル。あっとちょっと福田レフリーに対して邪魔だというような動きを見せました。さあ小川が捉えられます。小川が捉えられます。青コーナーフリースラムから丸藤が待っている。ヘルボーからヘルボードロップを落としていきました。カウンター2です。小川の首を狙っていきました。丸藤直道です。さあここから両者のテクニック、スルスルっとした動きを見てみたいものですが、飛び越える小川、ここはよく見えている。あーっとこの辺は小川選手のうまさですよね。普段通りの、あっと花道でリッキー・マルビンが助走を取って、そのまま低空のドロップキック、場外からやってきました。花道を走ってきましたリッキー・マルビン。丸藤の左目のあたりでしょうか。視界は大丈夫でしょうか。丸藤張っていった、張り返した、張り返してきました。両者の張り合いだ。お、三沢が髪を掴んでエルボーです。これも珍しいですね。さあ、冷静。カウントは2です。さあ、丸藤が今度は捉えられる時間になりました。張っていた小川、リッキー・マルビンが入ってきました。今日の第7試合で健太と杉浦がジュニアのベルトをかけて戦います。昨日バトルロイヤル時間差で行われました。両者は残念ながら敗れました。迎えた今日の試合です。おっと指を噛んでいるのは丸藤だ。レフリーの福田さんはそれを見ることができない。力量がしっかりとそれについている。まだ噛んでいるぞ。マルビンの左の人差し指でしょうか。この辺りはやはり視野が広いと言いますか。そうですね、レフリーが見てないところで何をしでかすか分かりません。さあパンチと丸藤のコンビネーション。カバーに入った比嘉健太郎。さあ比嘉がリッキー・マルビンを場外に落としました。悪さをし始めようというんでしょうか。力量がリッキー・マルビンを投げました。鉄柵に打ちつけました。放送席前です。さあリッキー・マルビンが放送席の前、あっと力量を持ち上げている。場外に叩きつけました。硬いところにリッキー・マルビンを投げ飛ばしていきました。マルビンは79キロ、力量は125キロ。大きさのあっとカチンといきました。アルミ缶でしょうか。缶でパチンといきました。この辺りはパンチの悪さが何か伝染しているような、そうですね、そんなコンビネーションをアウコーナーが見せてますね。本当にどっちかというとトリッキーな動きっていうかね、してます。膝を打ちつけていく。カウントは2です。とにかくこの6人の中でひときわ体の小さいリッキー・マルビンですから、そうです、ね、捉えられるとちょっと苦しい部分がありますよね。やっぱり、まあ、だけど金もね、本当にスタミナはありますんでね。スタミナある、ただここは苦しい体勢になりました。これはきついですよね。やっぱり力夫選手の130ぐらいある体重がガーッとのしかかりますんでね。そうですよね。50キロほど体重差、それがあります。ここは離しました。力夫踏みつけていきます。力夫たけし、しかしあっと張っていく。スマックのあたり、膝から落ちました。リッキー・マルビンです。リングの中央でもう一度もうリッキー・マルビンに容赦ない攻撃が始まりました。まず相手をこのリッキー・マルビンに絞ったか。力夫、丸藤、この上に志賀が乗るのか、乗るのか、乗るのか、3人の体重が全て乗るか。さあ上から締め付けている、押し付けています。リッキーの肩は大丈夫でしょうか。やはり悪さが伝染しています。さあ今度はニュートラルコーナーです。膝から落ちましたリッキー・マルビン。フライングメイヤー、くるっと回して距離を取った。エプロンサイドから足を出していきました。このまま飛んできました。おーという声がスピーカーで上がっています。
耐えどころですね、西丸ビンマー。そうですね、もうだけどかなりダメージ来てますよね、これね。高い策はあるかどうか、ここから切り返すことができるか。ただ桃田さんのお話にもありましたが、スタミナはあるというリッキー・マルビン、なんとかそのスタミナを、体力を振り絞りたいところです。しかし青コーナーに呼び寄せられました。パンチシガが入ってくる。もう一度今度はニュートラルコーナーから対角線に振りました。あっと逆エルボーを放っていきました。そしてブレンバスさん体勢テイク、狂ってました。カウントはどうだ、カウント2、ハローしてあげました。リッキー・マルビンがピンチになりました。さあこのまま決めるか、青コーナーがこのまま決めるかどうか。三沢、小川はこの様子をずっと見つめている。今もきついですね、きついですね。今の綺麗に体重取ってます。これもボディスラム、ものすごい体重だ。どうだ、リッキー・マルビン肩を上げました、肩を上げました。さあリッキー・マルビン間髪入れずに攻められます。ニュータルコーナー、これは逃れた、これは逃れました。ここからセカンドロープ使うな、これもダメだ。おーっと、これはよく見えてる。あーっと、シャイニングウィザードで返しました。さあこれミサーとタッチ、なんとかタッチを交わした。ミサーが入ってきました、ショルダータックル。さあエルボー、右のエルボー、ショルダータックル、エルボー、これやっと交わして、エルボーもう一発、エルボー、綺麗に入りました。さあここから三沢小川のコンビネーションが始まるかどうか。今日から動き出すと話している三沢。あっと、このすごいラリアット力陽もこの札幌では、おーっと体重を乗せてきました。力陽が飛んできました。ファンターツ、まあ、小橋からホールを奪って、はい、そしてベルトを巻いたというその札幌の地ですからね。そうですね、本当に力陽選手はもうまたいつチャンピオンにカムバックしてもおかしくないぐらいの、ね、自力がついてますよね。そうですね、三沢選手、小川選手としても絶対油断のできない、はい、一発でやっぱり決める技を持ってますんでね。そうですね、はい、ここは志賀と小川がタッチを貸して入っていました。さあ抑えているのは志賀です。立ち上がって小川が走ってくる。しかし志賀がよく見えている。さあ切れていこうというところ、小川のような、小川を放射するような攻撃で STM に入って、繰り返せば志賀締めだ、志賀締めに入った。さあ、一気にカット。志賀もこの辺りは小川に勝るとも劣らないテクニックがありますね。そうですね、同じような動きを見せました。さあ今度は小川が志賀を振っていく。首をお互い取ろうというところ、このスイスでひねっていこうというところです。投げていきました。ここも見えている、お互いクリア DDT、 スルスルっと動いていった小川。さあリッキー・マルビンが今度は入ってきた。体力は戻っているか、スタミナは戻っているでしょうか。スタンドロープからパチンと行きました。そしてからロープに、ロープの反動を使いまして逆さを差し込みに行こうというところですが、カウントは2です。カウントは2。さあ一気に攻めるか、バックを取っている。ここは打開しました。では健太郎、さあ今までの分をリッキー・マルビンが反撃できるかどうか。わーっと、なだれ式でヘッドスターズ。さあここで分断します。リッキーと丸藤は場外どうだ。さあ一転して志賀健太郎が捉えられます、赤コーナー。さあここがリッキーと、そしてミサオガのコンビネーションですね。これ流れスムーズですからね、さあここから動き出すと話していた今サビで倒しておいて、三沢が飛んでくる。エルボードロップ、同時にリッキー・マルビンが低空のドロップキック。素晴らしいコンビネーション、勝ってもらいたい丸内と力陽。しかしすぐさま分断しようというところ。さあこのリングの中に残ったのはリッキーの志賀ですが、どうだ、カウントは2。さあリッキーと志賀健太郎がリングです。他の4人は場外に落ちました。トランスキックパチンと行きました。リッキー花道からトップロープでスワンダイブしろんできましたが、これは刺さってしまいました。あなたで冷静ですね。そうですね、よく見えてましたよね。もうかなりダメージ今来てるような感じしましたけどね、
から丸藤が飛んできた。高さがある。ロープを使う。見えている丸藤、くるくるっとスルスルっと動いている。ここからフェイントで後ろから素早い動き、ため息が漏れています。札幌好きか。ここは本当にお互いに動きが読めてるから余計ですよね。裏を書くような感じで本当ですね。何か忍者のような動きです。さあ腕を取っている。腕を取りました。これカットに入った。岩戸力雄ですが、また再び分断する。分断します。三沢東側は場外に落ちました。さあ力雄と、そして志賀と丸藤だ。リッキーが再び捕まる。さあ力雄を使って飛んできました。対応を見せた。ガクンとして落ちた。さあパンチも飛ぶか。パンチ志賀は下から行った。ああ使えない。ジャンプはできない。兄貴はジャンプはできない。この辺りは恥じらいを見せながら手を横に振りました。志賀3人で合体の攻撃だ。どうだ、カバーに入っているが、かろうじてカット間に合いました。しかしもう一度分断される。もう一度分断されました。さあ距離を取ってトラスキックが見えている。バック取った、バック取った。力丸美バック取って、三沢が入ってきた。ああ、邪魔。そのまま邪魔。どうだ、どうだ。ファント2、ファントは2。かなり危ない状況ですね。危ない。さあ力丸が、ああメーサルトはよく見えていた。自爆してしまいました。丸藤見えている。さあ張っていった力雄、そしてダブルアームでそのままお前の音タイガードライバー。さあ前に落とした。カウントはどうだ。カウントは2。いやーほとんど3に近い状況ですね。クロスキック。さあ知らないか、知らないで知らない観光。札幌で知らない観光。カットには入れず、カットには入れませんでした。最後は三沢の前でタイガードライバー。さあ今知らぬいを見せて勝利をものにしました丸藤。最後は何か勢いであっという間で丸藤が勝負を決めましたね。そうですね、まあ、丸藤選手かなり粘ったんですがね、はい、スタミナはあったんですが最後はリッキー丸藤に敗れました。17分06秒、丸藤が得意の知らぬいで